ゲージを大幅に超えてぜ、頼むぜ。まさか、ああ、目の前でこんなブワブワされた、すっげえちょっ。シアルブラザーズ。イン、サタンの部屋。よ、今日の夜会は爆絶エデンによ、リゲル買ってリボンで食ってやすだぜ。そんで、エデンといえばこの俺だ。まあ俺よりも適性は出てこねえと思うが、仕方なくついててやるぜ。リゲル神化のステータス版を右側に書いてから、今から一緒に確認していこうぜ。貫通スピード、アジ、アビリティ弱点キラー M、エスティスターアクセル、ゲーショット底力 M ってどんだけこいつと M なんだよ。S みたいな顔しやがってよ。SS オールアンチ発散。ラックスキルシールドって俺に完璧そっくりじゃねえの。なんなんだこいつは。でもよ、俺の場合は種族キラー。こいつの場合は底力とか弱点キラーとかよくわかんねえもんがついてんだけだ。てかよ、こいつ近畿の奥4にも絡んできそうだな。くそ、俺の居場所を奪うとか、ねえよな。そんなはずもねえ。絶対に俺が一番のはずだ。まあなんかアジサイとかいう変なおばさんがいるけどよ、あいつ無視だ、関係ねえ。乱気弾とかよ、当たりもしねえ変な友情をぶちかましやがってよ。まあいいぜ、今回は久しぶりのエーデンを楽しんでくるぜ。ちょっとよ、グダってめんどくせえから SS 使わせてもらおうぜ。届けるぜ、地獄を支配した極上の実況な。でこっからはこいつら SS 溜まるからよ、見せてもらおうじゃねえか。俺のパクリ SS をよ。じゃあこれで使っていっか。本当は底力から発動した状態でやりてんだが仕方ねえ。要は、全部ぶっ壊せばいいんだろ。お嬢も泣いて喜ぶ。ちょんめ、全然泣いて喜ばねえんだけど、何やってんのこいつ。上くるくるしただけじゃねえか。やっぱりよ、ド M なんじゃねえかこいつは。要は、全部ぶっ壊せばいいんだろ。お嬢も泣いて喜ぶぜ。なんかあんまり強くねえ気がするのは俺だけか。よし、こっからだ。で、俺のターンじゃねえか。なるべくよ、倒さねえように。こっからだろ、こいつは。底力が発動してからこいつのもんだろ。さっきの威力によ、さらに2倍になるわけだ。頼むぜ。要は、全部壊せばいいんだろ。お嬢も泣いて喜ぶぜ。やるじゃねえの。うわ、天使がまだいたぜ。要するにどっかの友情当たれば倒せるはずだ。頼むぜ。いやあ、完全に叫ぶんなら倒したくねえぜ。とりあえずよ、友情狙ってみっか。結構強いな、やっぱりよ、スワミで。弱点キラー M が乗ってっからよ。要するにこいつは、リゲルがよ、正真正銘のド M、正真正銘のド M っつうわけだ。ギアー！おい、天使をそんないじめるんじゃねえ。とりあえずよ、ここで問題なのが、エデンは特有の攻撃あるだろう。なんか、あばら骨みたいなやつでガーッと溜め込んでよ、大ダメージを与えてくるやつだ。あれはよ、闇属性じゃなかったら大ダメージを受ける。要するに今回は光属性3体だからよ、相当なダメージを受けるわけだ。さらに、次のステージとボスには、回復がねえからよ、2回食らったらおしまいっつうわけだ。体力回復ちゃんとして挑んでいこうぜ。
じゃ、下の鳥を、まずボコボコにしてやろうぜ。いや、マジか。これこれ、うわ、すげえダメージ。やべえ。まあ、そのおかげでよ、アクセルとか底力が発動すんだが、それでもかなり痛いぜ。よし、そんじゃ SS を使って。要は、全部壊せばいいんだろう。お嬢も泣いておこうぜ。もうちょっと結果出してくれる。よし、底力。弱点キラー。要は。よし、いいんじゃねえの。中に、あの目ん玉なかったら結構ダメージだったはずだぜ。もうゲージミスったけど、いいダメージ全然ダメよく出ねえ。大丈夫かこれよ、左に感じっか。要は全部ぶっ飛ばせばいいんだろ。お嬢も泣いて喜ぶぜ。で、次ダメ、ダメ。うわっちょっとよ、こいつのモノマネしてたらよ、ちょっと笑いが止まらなくなってきたぜ。ここはよ、ダメージを食らっちまったら終わるんだ、さっきの大ダメージのやつ。だからここで倒さなきゃならねえ。ハマるように打つぜ。失敗は許されねえ。オッケー。まあよ、エデンなんかぶち込むシリーズです。これは鍛えられたからな。誰よりもうまい自信あるぜ。よっしゃ、ボス戦やっていこうぜ。サタンもいい位置じゃねえか。でよ、すぐにあのやべえダメージが来るから、天使を壊して天使を倒してハートを確保しなきゃならねえ。全然食らわねえじゃねえか。大丈夫か。うわでもよ、大丈夫だぜ。ターンアクセルとよ、そこじから M が発動するからな。さあやってやろうじゃねえの。まあまあねえ、ぶっ壊せばいいんだろ。お嬢も泣いて喜ぶぜ。で、次もやってやろうじゃねえか。つうか回復しねえとやべえな。や、やべ、ちょっと全然考えずに打っちまった。これはやべえぜ。ただでさえダメージがすげえのによ。ちょっと覚えてねえが、ゲージ切った後もなんかあれ、あるよな。あのダメージ。つうことは、ゲージ切った後、すぐに倒されてやべえわけか。届けるぜ！全然届けてねえ。回復を意識した攻撃しねえと。こりゃ、やべえぜ。うわ、メーター、当たってねえ。運が良かったぜ。って中に入ってる。とりあえず回復するぜ。オッケー、完璧だぜ。次の俺でよ、なんとか逃げ切りたいぜ。ギリ倒しきれるか。弱点右かよ。仮面で減速するからよ。よし、やったぜ。で、問題が次のステージだよな。このステージが回復がねえからよ。どうやりゃいいんだ。その代わりダメージは結構通るや。
この鬱陶しい木をよ、先に倒すか。友情が足らなかったぜ。周りのあいつら目ん玉模様結構やべえからな。うわあ、やるしかねえか。友情も狙うぜ。ぶっ壊せばいいんだろ。泣いて喜ぶぜ。ちょっとよ、本当に控えねえと実況できなくなるぐらい笑っちまうから、ちょっとふざけんなよ。ぜこれでなんとかゲージを大幅に超えてぜ。頼むぜ。まさか、やべ、ちょっと待て。おい、さっきなんであんなスピードアップしたんだ。クーサがどっかあったのか、見落としてたぜ。おいおいおい、こりゃ俺様がもらったんじゃねえのか。リーゲルさんよ、ちょっと申し訳ねえが、まあでもよ、おめえに花持たせていいからよ、ちょっとゲージ切るぐらいに抑えようぜ。まあそれぐらいしか狙えねえよな、この場合はよ。その後おめえにやるわ。地獄を支配した、極上の実況な。また真ん中入っちまったぜ。うわあ、目の前でこんなボワボワされた、すっげえ。ちょっと、よっしゃ、半分切ってんじゃねえの。 SS ぶちかましてやろうぜ。行くぜ。要は全員ぶっ壊せばいいの。よし、やるじゃねえの。なかなか強いぜこいつは。この尖り具合は他にもいろんな適性があるんじゃねえのか。つうわけだ、今宵もご来場サンキューな。よかったら評価頼むぜ。そんじゃ次の夜会で待ってるぜ。あわよ。